今山梨県では男女共同参画先進権を目指し、一人一人が活躍できる社会の実現に向けて取り組んでいます。そこで今回は女性が社会で輝く支援に注目しました。前進山梨。就職や起業を考える女性のために県と山梨大学が連携した支援が行われているんです。その支援とは、女性のためのステップアッププログラム。主に結婚、出産、育児などで一度離職した女性を対象に、そのステップアップをサポートしています。女性っていうのは家庭の中にいても、家の仕事ってマルチタスクですよね。同時に洗濯機回しながらお料理して子供が泣いてみたいな、だそんなことができるっていうのは本当は素晴らしい能力なんですよね。だからそれをお家の中で培ってきたものをですね、もう一度世の中に役に立てるんだよっていうこと、それを気づいていただいて、そして自分でもう一回新しいステップをね、踏み出してもらえるような、そんなことを期待しているプログラムです。去年支援プログラムを受講した柴田沙織さんです。今年の春から新たな環境で働き始めています。自分の人生をよりよく生きるためにどうしたらいいかっていうことを考えられるようになりました。自分の可能性を見出せたこともとても大きかったですし、あとは参加しなければやはり出会えなかったこの職場ですとか、仕事の仲間や家族みんな応援してくれています。男性もだし、女性自身も家庭の主婦はこうあるべきだっていう、そういうすごい思い込みが強いと思うんですね。そういったものから一度ね、自分自身も解放されて、それぞれの方にはね、素晴らしい力がいっぱいあるのでね、それをどんどん引き出すように自信を持って歩んでいっていただきたいっていうのが、このプログラムを主催しているものの願いです。ジェンダーギャップを解消し、一人一人が活躍できる社会の実現を目指しましょう。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。